昨日ね、取れるもんなら取って、ほらちゃんと前見て歩かないとダメじゃないか。今度は何やら別の悩みを抱えてるようだな。なんか入ってる。やめろ、また最初の悩みからやり直しになるぞ。粘土くん、やっぱりこいつか。どうしたらいいんだ、どうしたら粘土くんをいじめから救えるんだ。は、粘土ってバカだよな。ほんとバカあいつ。いやそれただの事実だ。いつも顎を腫らしている。おそらくアッパーの練習台にさせられてるに違いない。自前だぞ。とにかく粘土くんの様子を注意深く見ておこう。カイドウくんは成績は上位の方だが、裏では粘土くんを勉強のストレスのはけ口にしている可能性も。まさか粘土くんを殴ってるのはカイドウくん。だからね、本当は生徒のことを疑いたくない。だが粘土くんのために今は観察するんだ、二人を。あの二人妙に怪しい。何あれ。カイドウくんと小林くん。どう振ってました。よ、何してんだ。ん、誰かに挨拶したぞ。一体誰。あ、いや、小林くんにカイドウくん。はぁ、あ、よかった。やっぱり全部僕の思い過ごしか。面倒がさ、通り過ぎるふりしてさりげなく昼休み大会に来い。いつでも叩き潰してやるってね。だからこのイメージはなんだよ。先生どうかしたんですか。いや、なんでもない。いや、絶対何かあるでしょ。なんだ、鍵が。邪魔が入らないよう鍵をかけておいたよ。おう、上等じゃねえか。なんだこの音。わかったぞ、面倒くんの顎をリズミカルに叩く音だ。どんな顎で。なんだ。どうするの。あいた、やっぱりいじめだ。もう知らん。この後事情を話してなんとか誤解が解けた。明日は何の日か知っているかね。あれだろ、あんたらの結婚記念日。正解は僕らの結婚記念日です。はい、おめでとうさん。さてと。おい、ちょっと待って、クソ。はあ、昔は聞いてくれたのにな。好きあれば階層に入るやつやめろ。あれは20年前のこと。もう勝手にしろ。運動もできた僕はひときわ目立つ存在だった。この辺は毎回嘘くさいと。待てよ。そんな時だった。やめてください。目の前で女の子がチンピラに絡まれていたんだ。おい、大丈夫か、子猫ちゃん。ありがとうございます。私も同じこと思ったわ。同時に人の顔じっと見て気持ち悪い。こちゃんもう行っちゃったわよ。二人ともおめでとう。おお、それよりクウスケ、どうしたんだよ、久しぶりじゃないか。結婚記念日のお祝い。全然違うよ。ほら、前に普通の制御装置を直したじゃない。その時使用した部品に不具合があったみたいな。出会ってちょっと電波の調子が。逃げるな。おい、ここは僕の部屋だよな。9秒だけ待って、家を元に戻すこと。だがその前に家の周りを確認だ。直接行ってみよう。行くぞ。じゃあ今日サターン買えねえじゃん。なんだてぇな。ね、粘土。いや、おかしいだろ。お、いつものお前ならここは。おう、奇遇だな相棒。ラーメン食いこうぜ。俺は今からあのまぶいちゃんねナンパしに行くところだからよ。そんな、バカな。20年前の11月22日といったら父さんと母さんが出会った日じゃないか。チンピラなんてどこにも。お前かよ。これはとんでもないことをしてしまったんじゃ。僕はさっき出会うはずだった2人の運命を変えてしまったのだ。それも自分の両親の。父さんと母さんが出会わないということはすなわち僕がこの世に生まれないということだ。僕も、ま、いた、父さんだ。しばらく動きそうにないな。外国人だな。ピンクの髪なんて日本人じゃねえだろ。そんなわけなかったか。これで大丈夫だろう。お、来た、母さんだ。およ、さっきのチャンネルだ。へいへい、そこのナオン。とにかくこれで準備は整った。それだと帰れないし。行けよ。あのクソヘタレの父がチンピラをやっつけたのはおそらく偶然だったのだ。遅いじゃないか。まさか本当に。悪い、フィーバー中。誰だお前は。クスを頼むぜ。遅刻しそうでやべえんだ。シュンってやってくれや。お、2秒後に地球が爆発するのがまだマシな未来だな。おい、どうした。体を乗っ取らせてもらった。お前何か顔違くないか。狙いは粘土父。その子の運命の相手はもう決まっているんだな。お名前を聞いても。これで僕が生まれないということはないだろう。苦労したぞ。まったくんだよ、帰んのか。じゃあまたな相棒。感覚的にわかる。ここは20年後だ。ほえ、一体何があればこんなヒャッハーな世界になる。父さんと母さんは生きているのだろうか。あれ、うっそ。こんなヒャッハー知らん。俺っす、トリスカっす。え、記憶喪失。あ、じゃあ俺の言うこと何でも聞くって約束も覚えてないんすか。なんだそのハイテクなやつは。え、K ウォッチっすよ。なるほど、過去に戻りそいつを消せば。その張本人がドクター・クースケ。どこ行くんすか。その発明家に話をつけに行くんだ。あんたもう死んでんだよね。は、死んだ3年前だったかな。霊能力者の俺でも触ることもできないんすよ。そういうことだったのか。あれ、あんた生き返ったのか。ようやく腑に落ちた。もうあんたに女の子のパンティーの色を教えてもらうことはできないんすけど。僕に何やらせてんだ貴様。ずいぶん大層な警備だな。ないんだぞ。いや、なんだこいつは。また会えて嬉しいよ。もしかしたら今とは違う現在にいて、しかも自分が3年前に死んだことを知り僕に会いに来た。それでなんで戦争なんか起こしたんだ。僕の発明したものをめぐって勝手に起きただけだし。ところでその発明したものってのは。ほら、あれさ、ただのタイムマシンだよ。それ使えるのか。
ああダメダメ、これたった1日しか戻れないから。たまたま修学旅行でこっちに来ていて。どうしたんだ。いいから早く続きを話せ。それから佐伯は兄の作ったタイムマシンで1日前に戻ってから。やれやれ、認めたくないが僕の乾杯だな。過去からタイムスリップしてきたみたいな顔して。佐伯先輩、男紹介してください。は？顔はまあ中の上。何を言ってるんだこいつは。アホらしくて付き合ってられんな。そうなったら佐伯先輩と私は恋のライバルですよ。そしたら先輩のくずいところ全部バラしちゃいますからね。というわけで早速よろしくお願いします。あれ先輩、一体何の用かな。あの野郎、何なんですかあの唇お化けは。みんなの人気者高橋さんだ。顔はちょっとワイルドな日本人バラでした顔で、だけど性格は優しくて小動物を愛するような面もあって。よかったら私も混ぜてもらえないかしら。この私、恋愛マスターこと夢原先輩を目からついてらっしゃい。うちのクラスの学級員ハイロ君よ。女の子は自分にだけ優しい男が好きなんです。総合評価は B- ってところですね。なんと的確な分析力。おそらく相当なお金持ちのボンボンですね。さすりに日本でも有数の財閥の御曹司かしら。じゃあ久保安君は。ダダ漏れの先を隠そうともしない強者の証拠ね。秘密を先輩、もしかして先輩には本命の相手がいて。それ、よう、先何やってんだ。ドアの前。秘密を先輩、こういうタイプの男は積極的にグイグイ行った方がいいですよ。はい、頑張ります。師匠、立場が逆転した。今誰かが僕を呼んだ気がしたんだが。1ミリも呼んでない。あれ、クソにこんな可愛い妹さんいたっけ。誰だお前は。やれやれ。どうかしましたか。いや別に、ってことがあったんですよ。そうなんだ、楽しそう。私も見たかったね。おーい、かぐみ。え、やだ、ちょっと。あ、どうも。帰りに何か食べてこうか。ねえねえ、私、リフター今って言います。どうも。やっぱ見る目ないな。告っちゃいなよ、ミーコ。無理だよ。取り付か先輩、今度映画見に行きませんか。早まるんじゃない。いや、参っちゃいますよ、本当。モテるっつうのも意外と困りものっすね。最初はもうめちゃくちゃポコーンとか、何をどうしたらそんな音出るんだって感じでした。僕に体を預けてごらん。一瞬で観客のソウルをキャッチする。口寄せは素晴らしい能力っすよ。脅威。32歳でこの世を去ったアクションスター、ブルース・コルピオン・ジュニア。あの伝説のカンフーマスターを口寄せしました。よし、映画に行くぞ。そろそろ変わってくれよ。おう、俺の出番はまだか。まあ慌てんなっすよ。ねえ、鳥塚くん、面白い話して。私も聞きたい。こないだ携帯 iPhone に変えたんやけどな、よう見たら iPod Touch やったんや。モンテカルがしょうもな。ララララ小松、口寄せしてないぞ。何回も霊が出入りしているうちに入り口が緩くなったんじゃない。この子、最近はお前より奴らの方が体を使用する時間が長かったんだろう。そんな、助けてください佐伯さん。やだ、こうなったらやすやすとは返してくれないぞ。おい、私にも代わってくれ。終わった。人間になってもいいことばかりじゃないぞ。じゃあみんな映画に。なんか冷めたわ。急に歌うわ、叫ぶわ、怖い。そのおっぱい本物なんすか。お前も天に帰れ。閉鎖された場所からヒントを頼りに謎を解き、脱出を図る体感型イベントのこと。理解したぜ。なぜあいつがこの場にいないのかをな。粘土には悪いが、あいつは無理だ。その辺の雑種犬連れてった方がまだ活躍しそうだな。佐伯、考えないと。お、呼んだか。だから呼んでねえよ。黙って座ってろ。バカ佐伯。ああ、カラオケ行きて。全くのんきな。ん、カラオケ。そうか、グループに一人バカがいるのはお約束だ。おかえりくんちゃん。暇つぶしだ。ちょっと千里眼で見てみるか。お、やってるな。開けろよ。これはまさかと思うが。マジかよ。いや待てよ、なんだこいつら、なぜこんなハイビルみたいなところにいるんだ。あ、いやほら、カイドウ君の案内でここまで来たけど、そういえばカイドウ君って方向音痴だったなと。確かに途中この先立ち入り禁止って看板を4回も通り過ぎた時から変だとは思ってたが、こうなっちまったら慌ててもしゃあねえべ。とりあえずどうすっか考えようぜ。んで、ひとまずうんこしていいか。俺ちさっきからずっと我慢しててよ。助けてくれ。本当に誰か。揺らすのって振動で出ちまうだろうが。まあ自力で何とかしてもらうか。照らすはしてやる。扉を開けるための装置っぽいな。だが暗証番号を入力しなきゃ外せねえみたいな。4412回4412。やっぱりこの光の点滅で暗証番号を示しているんだ。おい、何食ってんだよ。俺んじゃねえかそれ。じゃあ袋だけくれよ。そこにうんこすっからマジで。もうやめろ。さっきの野犬だ。チップスの匂いに集まってきたんだ。あー、取られた。いいぞ。もうこりごりだ。高すぎる。コーヒーゼリーが何個買えると思ってるんだ。しかし母のセンスは少々前衛的で非常に困るのだ。ちょっと試着してみっか。まず1着目がこれな。次に2着目がこれだ。間違い探しか。一つはこれでよ。やめとけ。もう一つはこれなんだわ。どっちもやめとけ。絶対負けねえかな。上等だこれ。佐伯くん、テルハさんも服買いに来たんすか。うん、ちょっと近くまで来たから。テルハさんに俺らの選んだ服を着てもらうっつうのはどうや。え、それならファーだぜ。おい坊、おめえのセンス見してやれ。これは久々のオフチャンス。あれ、その服僕が選んだ。あの時気に入ったから。これでオフしない男がいるもんですか。しないぞ。楽しみ。じゃ
じゃあ最初は最近いくらなんでもあれはひどすぎんだろ。にゃーよ、お待たせ。あの子が着た服は飛ぶように売れるからな。俺っちのは試着室にあるぜ。なんだこれ、こんなの着られるわけないだろ。やれやれ、仕方ないな。クソダセーに決まってるぜ。おーかわいいね。あれ最近は、あ、服買うの忘れた。ほんとごめん。うん、平気だからこれくらい。教科書を暗記してるんでしょ。それが不幸中の幸いだね。今日の放課後俺とデートしない？なデートだって。ねえ行こうよ。大丈夫、キイちゃんは俺に惚れている。でもごめんなさい、今日無理なんです。ゼロ予定っていうのは佐藤君と約束してて。限界のその先へ。鈴宮さんが俺の予定を優先してくれた。ふーん、そうなんだ。じゃあちょうどいいやに。あ、ついだよ。ここいらっしゃいませ。なんですけど。わー、ごめんなさい。大丈夫、とにかく彼女のこと頼んだぜ。泣かしたりしたら許さねえからな。普通に逃げただけだろうが。ちょ、佐伯さん見てたんすか。重ね重ねお前のじゃないがな。しかしお前でも避けるとはとんでもないな、あの子。どうかしたか。守護霊があんなんだからっすよ。ダメそうにも程がある。よっしゃ、不運さえなければひーちゃんは俺の。僕はまだやるとは言ってないぞ。僕は佐藤君の味方なんでな。それにお前さっき諦めると言ってただろう。わかりましたよ。くそ、助けてやりましょうや。おや、クソ君じゃないですか。こんなところで何をしてるのですか。ちょうどクソ君の家に行こうと思っていたところで。ほう、ここは文房具屋さんですか。佐伯さん、追い返すのもめんどくさいからこいつにも手伝わせよう。うわ、何ですかあれは。ああ、わかりました。あれが俗に言う守護霊というものでしょうか。明智、あの守護霊がなぜあんなになったのかわかるか。その矢自体も古そうですが、何よりも古そうなのがふんどしですね。おかげで緩みまくって何かはみ出しています。元来おしゃれ思考であった人物が今の姿だと思われますね。いや、だからどうすりゃいいんすかね。おめえ汚ねえふんどししてやがんな。緩むきって何かはみ出してんじゃねえか。その後、ダメ守護霊は粘土落ちの手ほどきで山で滝行をして身を清め、止まったら持ち直した。これからは立派な守護霊として。ダメすかね。取り付かの下駄は急いで供養された。そしてクソがここにいること、みこちんの余地でバッチシ。せっかくだからちょっとひーちゃんのオーラを見てくれ。前と全然違うし、まがまがしさ皆無じゃん。もう安心していいな。あ、まさかこんな簡単なことだとは。そんなこと言ったか。どうせすぐ振られるだろうがな。犯人がこの中に。ではその体に付着したものは何ですか、佐々木さん。真犯人はあたただ。大加藤。ああ、すみません。どんまいどんまい。無我美くんまた NG だよ。どうしたんだ。プレッシャー感じてんじゃない。大ヒットドラマの続編だし。あ、何あれ、変質者怖い。ん、あれは不審者よ。変態じゃない。はあ、ここみの誕生日プレゼントをなんとか今日中に決めないと。とりあえずその3つは決定として、あとは何をあげるか。決定したやつだった。それまで私だよ。ふつつかの妹だけどよろしくね。これだ。あ、よーくそめがで、何してんだこんな街中でよ。学校帰りだ。一人で用もなくうろうろ何してんだよ。学校帰りだ。よし、それなら俺がココミのプレゼント選ぶのに協力しろ。なんでだよ。おいおい、マジか。お前にわかりも程があるぞ。答えは料理だよ。このエプロンなんだが。思ってたのと違う。これ包丁を収納できるんだ。これ作ったやつ絶対犬好きじゃないだろ。この犬の書いてあるマグカップでいいか。あー、カスカス、もうカスだわ。お前に言われたくない。これしかねえだろ。確かに青いけど。うん、ココミ、まずはこれ。ココミ料理するだろ。いりません。あと下着とかもあるんだ。ほら殴るよ。これかわいい。おお、それって、あれ、あ、いや、それは間違い。ありがとう、お兄ちゃん。大切に使うね。さてと、これどうしたものか。以前ご好評いただいたゼリーメーカーの新機種、ゼリーメーカーイクシオン。こんなものまで。キャスター、やだ、嘘でしょ。29,800円。ありえない。ご注文のお電話お待ちしております。やれやれ、仕方ない。いつものあれでいくか。なんだ、クソか。100円満だ。これで1200円か。道は険しいな。別にこんなことしなくても超能力で簡単に手に入るだろう。コンセントが隠れちゃったよ。悪い、もうちょい左に置いてくれるか。え、それもかけとんの。たく、細かいしせこいし、誰に似たんだか全く。ああ、熱唱選手、オブロード限定ビギュー。シェット、1000円間に合ってる。やるのか。 お願いします。これで2600円か。狩り場を変えるか。おお、孫よ、幻でも会えて嬉しいぞ。本物じゃ。決済などいらんまい。金なら食えてやる。お年玉もやっとらんしな。これ無駄遣いをするなよ。
いや、これを渡したら孫はすぐに帰ってしまうが、いくら、やはりこれを渡してはまずい。早っ、弱かむろ、働き。あら、クソちゃん来てたんですか。一回一万でも安いくらいじゃったわ。すごい、キャスターもこんなに滑らかに動くなんて。ゼリーメーカーの最新モデル、ゼリーメーカーアルティメットハイパー。すごい、さて、行くか。